け教室花たぬしの山内芳水です。今回は京都のとっても素敵なお店今昔西村さんのご紹介です。かわいいよね、こういうの、ね、これすっごくかわいくない？この赤黒、はい、なんかかわいい、なんか赤に目が惹かれる、うん、今日は赤の日かな、ね、今日は赤の日、うん、かわいい、信玄袋もかわいいのがいっぱいあって、これさ、すごくない？素敵やね、いっぱい素敵なのがある。今昔西村、今昔西村さん、京都の今昔西村さんに来てます。おいでやす。アンティークの着物がいっぱいあります。あの辺マロービーか、あ、マロービーがいっぱい、あ、すごい。で、これがあのバーチーチャンネルさんで写してた着物ですね。これ打ち掛けになるんですか？ね、あの打ち掛けのように、うん、あの御殿の中で引きずって着られたと思うんですけども、うん、帯もあの別にしてもいいタイプになります。多分こんだけ綺麗に残ってるんで、もう帯は してなかったと思うんですけどね、うんうんうん、すみません、後からの紹介になりますが、こんにちは。はい、あ、お名前お願いします、はい、今昔西村の西村と申します。はい、よろしくお願いいたします。ちょっと待って、ちょっと、なんでバーチーちゃん来そうと思ったのに。はい、今日森本先生も来てます。バーチーちゃんにおはようございます。森本です。よろしくお願いします。はい、ゆうやさんも来てます。あ、いいんですか？はい、家紋研究家の森本ゆうやです。はい、お願いします。はい、よろしくお願いします。はい、バーチーちゃん逃げた。後で映そう。よいしょ。あれ、そんなに知らないんで、これ江戸時代でしょ。これ江戸期、そしてあの着物は半分、3分の2ぐらいは江戸かな。うん、でもこっちの帯はあの、はい、明治以降、一部江戸はあります。なかなか江戸期のものというかもう少ないですんでね。着物袖2枚だけ送ってきてね。袖2枚で、はい、江戸時代ってあのおしゃらなかったので、はい、古い着物を袖を2枚買いました。袖だけ買いました、はいはい、それをあの学装にしたいと。だから片山でこうあったらこう切って、はい、こう切り離してこうやって学装にしたい、はい、それが、袖2枚ですから4つね、学装したい。でブルージュで
あのこれ江戸時代の本ですよねって電話したらそうですってことで、何だろう、この本ありましたね、これ茶色のシミがいっぱいあって、亀じゃなくて獅子かな、亀のはなんか赤にも見えますね、ね、なんか見せてもらって、試しに石鹸で洗い込んでいったら、はい、取れました、結構生地が丈夫なんですよで半分以上薄くなったんですよ、はいはい、で嬉しくなって、生地綺麗、生地は何でした、黄色と思いますよ、綺麗みたいな、はい、これが何ですか、で、いや他もすべて金のつぼでやってたから、うん、で、洗い込んでいったらね、割と薄くなっていって、結構丈夫やなと思ってね、ほんで、3分の1ぐらい、ガラスが出ついてるけど、うん、で、金コマ刺繍がしてる、はい、まあ、最近はもう幼稚園が欲しかったますけど、ほんで、結果の写真しかないんですけど、頂戴します、はい、ありがとうございます、あの、はい、若先生とどうしたらいいのか、あ、いやいや、僕、こんな先生で、すごい綺麗なのが映ってます、江戸後期 の、 あの、うん、お武家さんの衣装になるんですけどね、そうですよね、そういう刺繍で、まあ、御殿柄って言われる、まあ、定型化したデザインになりまして、御殿柄、はい、まあ、あの御所研ぎ文様とこれらの、まあ、織枝チラシというパターンがあるんですけども、うんうん、それらあの2つのパターン御殿柄っていうんですけども、武家の典型的な衣装です、すごいですね、これもみですか、はい、裏はもみですね、もみですね、綺麗、あ、すっごい軽い、軽い、軽いですね、昔のってやっぱり、昔のってのはね、美術館とかに飾ってあるようなんだから、本当に触って間近で見れるとかってすごいですよね。ねえ、すごい。いやいやいや、そうですね。あの、もう美術館、博物館に飾られててもおかしくないレベルです。あの白地なのに、あの250年ほどですか。250年。はい、200年、まあ、ちょっとぐらいですか。あの時代経ってるのにこんなに綺麗に残ってるのがもうすごく。奇跡的というか、すごいですね、はい、貴重なものになりますね、うん、これもすごいですね、この帯もそっちは大正時代ぐらいになります、丸帯ですね、丸帯ですね、ね、丸帯、すごい、生地の縮み、はい、縮みなんです、絹の縮みなんですけどもね、昭和初期ぐらいですかね、染めですよね、染めです、片友禅ですね、片友禅ですね、綺麗、あ、見たら分かんない、繰り返しのね、あの古文柄なので大体あのそれは型ですね、でもね、すごくあの色合いもあの当時の特色的な配色で、ですね、はい、片や言うてもいい仕事してありますよね、うん、これはもう真夏かな、そうですね、いや、かわいい、これこれ素顔でも、ハットがちょっとじゃあ、秋京、なでしこゆり、あ、なでしこも、かわいいですね、どうでしょう、透け感こんな感じなんで、はい、あ、ほんとだ、きれい、はい、ちょっと先取りで買えるでしょうか、うん、6月、みんな笑ったのが、そうですね、いいですよね、はい、ありがとうございます、次の、これもすごい、はい、これはあの朝になります、あ、朝なんですね、はい、よいしょ、朝の、うん、はい、あ、綺麗、これも、まあ、典型的な御所研ぎ模様、そうですね、御所研ぎ模様ですね、はい、これ何だっけ、アジロだっけ、あれ、はいはい、ね、アジロも綺麗、ね、すごく、細かな友禅ですよね、うんうん、これも型友禅、はい、これも型です、ですね、うん、でもね、あの模様が細かいとね、やっぱりそれだけ大変になるんでね、そうですよね、だから色もたくさん使ってるから、それだけ型使ってるってことですよね、うん、涼しげで、うん、涼しげ、ね、朝ってね、気持ちよろしいですよね、そうですね、肌触りサラサラ冷えてるの、ちょっと濃く映ってるな、これもうちょっと薄い色です、
綺麗。でも向こうはいけません。結界ここ本もすごいね。本がいっぱいあって、私また時間がある時に見たいけど、あのね、はい、栗山工房さんとかね、はい、三つ帯さんもね、うん、こんなのがねすっごいいっぱいある。でもお宝やね、うん、瓶型とか、ほら今日の小袖とか、みんなすごいですよね。うん、もういつでもどうぞ。ねえ、日本の衣装だって古本屋さん行ったらめっちゃ高かったよ。びっくりした。面白い雰囲気やなっていうのはもう引き抜き、引き抜きってどのぐらいの時代まで作られてるの？基本的にはもう大正時代のものは引き抜きです。で、昭和の初めにこう締め方がだんだん変わっていくらしいんですけども、でもね、引き抜きでずっと締められてた方はもうやっぱりそのまま続けられます、ね、そうですよね。今作ってないですよね、引き抜き、うん、ないです、ないです。もし、ね、はい、はい、これは、朝の縮みになりますね。朝縮み、はい、さっきのフラットな朝やったんですけども、ちょっとこれは脂肪感がある、脂肪感があるとね、なんかいいですよね、さらっとしてね。ちょっと凹凸ができるとまた雰囲気変わりますね。ベタってくっつかないからね、うん、まあ、これも小袖のような、ね、雰囲気なんですけども、袖がちょっと長めですね。もう、はい、オリジナルのままで残ってますね。長いのいいですね、かわいい。これなどのぐらいになるの？一尺、はい、どうでしょう。5寸よりありますね。5寸よりありそうです ね、 ね、そうですよね。よいしょ。普通1尺3寸ですよね。2尺近いです、うん、9寸4、3分。じゃあもう小振り袖ぐらいなんですね。そうですね、今で言うね。でも既婚の方でもね、これぐらいの袖で着てらっしゃったんでね、昔は。あ、はい、昭和初期ぐらいまでは、ね、昭和初期ぐらい。既婚の方もこのぐらいに着てたんですね。そうです、そうです。もうそれが当時の流行やったんです。あ、そうなんですね。いいなぁ、かわいい。それ長いのかわいいよね。そうそう、それだけがちょうど2択の半分です。畳んでてこれ気持ちいいんですよ。あ、そうなんですか。ちょうどうまく畳めるの、うん、袖が折れないのと、はい、袖底の肩が身頃に絶対つかないので、畳んでてすごい気持ちいいんですよ。あ、そうなんだ。ありますね、なんか黄金比率みたいな、ね、黄金比率。これも今日長い。あ、そうそう、はい、これもね、のこれも長い。じゃあかわいいなって後ろから見ててね、かわいいんだよね、そのぐらいの長さ。いや、でももうやっぱり雰囲気ぴったりですね。もう一回こっち向いて、こっち向いて、こっち向いて。で、今日これは、うん、宝水先生に銀座結びを教えてもらって、銀座結びできひんから銀座結び、微妙な銀座結びよね、長さがちょっと、ちょっと短かったんですよね。そうそう、だからこう、そうですか、ま、でも私がやりやすいと思いました、短い方が。あんまり長くても難しいし、うんうんうん、ね、で、帯締めも可愛いよね、これね、うんうんうん、これもアンティークの可愛い着物もね、バッチーちゃんがこの間やってたやつ、ね、今日適当に選んで、先生とこまでね、羽織羽織って隠していったから、そう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 、縦締めだけだった。そう、ありがとうございます。え、あの帯、もういろんなコンディションのものも入ってくるんですけども、うん、基本的にはもう締められるという状態のものを選抜しておいてるんですけどね、そこは綺麗な状態のやつなかなかないですよ。ちょっと雰囲気変わって、え、嘘、この着物、はい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 、ね、私のコレクション、もう写しちゃダメでしょ、でも。で、あ、これくらい見かけてある。これね、え、でも、これ、これ、いるべきものかなんかでしょ。から、私の監修なんですよ。そう、知らんかった。いや、言ってくれはったらよかったのに。こっからここまで、ここまで、こっからここまで私の監修ですよね。見せへんわ、それ今。え、どの本、表紙見せて、先生。あ、これね、これ、私のやつ。うん、小林先生が監修している、何ページから何ページまで？ね、うん、松井先生、そこで写したら、中を写したらあかんねん。198ページ。198ページから198ページから、うん、
209ページまで。209ページまで先生が監修してるんですね。ここに私の。ダメダメ先生。多分中写したら怒られる。あ、そうか、あかんのか。あかんね。多分、うん。ダメだと思う。教師だけ。うん。あ、先生の、あの、あれか、あの、家紋のやつ大宮家紋が載ってるのそれ。え、いや、あの、普通の家紋、家紋と女紋の。説明解説してます。わ、ねはい、かりました。それ買います。私もどうぞ本屋さんでお求めください。はい。エメラルド美容師さんの感じ。エメラルド美容師さんとバッチちゃんの髪の色。あ、あの前でもあるでしょ。あ、ここの。へえ。あ、この帯の説明してもらう。はいはい。うん、はい。あ、すいません。途中で。いやいや、いい情報が入りましたよ、先生。これはあの染めの丸帯になるんですけどね。染めの丸帯、はい、刺繍も入ってますね。刺繍も入ってます。あの両面全通 の、うん、あの丸帯なんで両面締めていただけるんですけども、うん、引き抜きなんですね。はい、そうなんですよ。ここちらがタレで、ここが出るんで引き抜きで締めていただく形ですね、うんうんうん。これもあのごしゃとぎ模様 の、 あの雰囲気で、うん、これがあの塔のあれ模様ですね。よく出てくるんですけどもね。扉の部分、逆さになってるってことですよね、はい、そうです。そし扉ですね、うん、扉のやつばっかりだな。扉多いですね、うん、で、裏はちょっとあの漢字書いてまして、うん、これなんでしょうね。笹、はい、笹の模様なんですけど、なんかこうね、笹がこう、ね、垂れ下がったような感じの雰囲気ですね。椅子みたいに、椅子みたいに見えますけど、これもなんかくぐっていくもんですかね。そうですね、はい、裏表でちょっと雰囲気が変えられるようになってるんですね。めっちゃ綺麗な色ですね。これなんどんな着物に合わせんやろ。え、でも合わせやすいんじゃない、グレーだから。そうですね、色入ってるし、うん、めっちゃ綺麗、ね、バーチーちゃんお買い上げ。めっちゃ綺麗これ、はい、欲しいですね。これ季節は、季節はやっぱり合わせなんで、うん、どうでしょう。でも真冬はちょっとなんか、うん、でも真冬はいけるんじゃない、真夏はダメだけど、まあ冬もしてもいいでしょ、これだって。9月の人へはいいんじゃないですかね、これ、うん、ハギですとか、キックですとか、うんうん、キックとかでもね、はい、でも笹もあるかな、はい、笹、イチョウもありますね。なんかこの笹が七夕っぽくない五色になってるような気がするから、うん、だから多分季節飛ばないでいいんじゃないですか。まあね、そんなに気にせずに、ねうん、はい、めっちゃ上品ですね。え、8万円で、8万8000円、ね、8000円で買います。ちょっとでも、ね、大人な雰囲気ですよね、うん、でもめちゃくちゃ好きな色、はい、手の方を半分に折っておいて、そんなに長くなくていいんですよね、手が。結び切りだから。でもこれ結構分厚いから、帯がちょっと長めに取っとかないと足りなくなるかもしれないね。で、あ、鏡ないのか。はい、鏡向こうです。鏡向こうですね、はい。ここが刺繍があるから、ここが前に出ないといけないから、そこに柄合わせしますよね。この辺かな、この辺ですよね。で、前合わせして、スーツ締めますね。前着てる？ここ。あ、はい、いい感じです。はい、そして、引き抜きの丸帯ですよね。はい、先生、重いですか、それ。結構ね、厚みがある。染め物なんで、まだ織物に比べるとね、楽なんですけどね。いや、いつも動画で見てんのと一緒や。見ながらいつもやって。手が上で一結びですよね。これに、ここがあれでしょ。そして、丸帯じゃない方が良かったかな。そしてこうやってもう結び切って、
この結び切った両方が、あの羽になるんですよね、左右に。よっ、よっ、よいしょ。ちょっと締めて、こっちの羽と、こっちの羽ができて、あ、ごめん、間違えてるわ。引き抜き結びしないかんのに、普通の仕事してる。あのね、ごめんね。大丈夫、大丈夫。緊張しましょう。もう緊張してる。こうして、こうやって結んだ時に、この裏がこう出てくるように、そう、引き抜けないのに引き抜き結びしないそうです、そうです。そうそう。そして、そう、あそこでタレが出てくるんです。そうそう、タレの長さを決めるんですよね、ここで。このぐらいかな。そしてタレの長さを決めて、まっすぐ出るようにしといてあげて、で、手がここにあるキューッと縛って、ここで結ぶんですよね、もう一結び。手をきれいに出して、この中のこの垂れ先を結ぶんですよ。ね、名古屋やったらもっと簡単なんでしょうけどね、うんうん、まあでもそれだけね、出来上がりは重厚になるんでしょうね。紐で大きさは変えれるから、そうそう、紐で変えれるんだけど、本当はこれでちょうどいいぐらいの長さに、うん、昔の人はこのままだったんですよね、うん、これがちょうどこうくるような形で結んでたから長いですけど、私背が低いし、うん、多分この帯自体が長いから、うん、ここでこの柄が出てくるように、うん、こうして編めるんですよね。うん、ああ、はいはい、でもよくわかりますね。わかります、はい、ちょっと待って、ちゃんとちょっとあれなんですよね、あの引き抜きで締める、うん、ちょっと下にで、下になんか少し、うんね、下に少し下がるというか、うん、ちょっとここで紙紐で留めといて、うん、紙紐して帯上げてもいいし、紙紐、うん、うん、私はその日の気分で、うんうん、帯揚げするときとしないとき、しないとき、うん、そう、これしまっちゃえばいいから、そう、別に。でも紐した方がやっぱり安定するから、うんうん、安心は安心やけど、あんまり重い帯のときは落ちてくるから、そうですよね、紐しますね、うん、ここがこう綺麗に開くようにしてあげて、ちょっと短くてよかったのかな、タレがね。うん、いやでも綺麗に出てますよ。私は長めの方が好き。で、こうやって左右に入れる。これが引き抜きの仕方。ちゃんと綺麗にできてる、はい、すごい緊張して、すごい三代目。ちょっとこう、下膨れみたいに。そうです、そうです。で、ここ垂れ先、ね、裏が出てるけど、裏にちゃんと刺繍が来てて、で、これがちゃんと。なるほど。上向きになってますもんね、奈良がね、うん、で、ここがこうなってますね。で、だからあの帯締めもいらない、引き抜きは昔の人帯締めしてないから、このまんまで、うん、で、帯揚げもなかったから、本当はだからこの、
お太鼓の調節をしないで昔の人はしてたんですよね。だけど今長かったからこの太鼓の刺繍を出すために調節するためにこれ今仮ひましたけど、仮ひもはだからもう閉まっちゃって、昔の江戸時代の人はだからこうですよね、帯揚げ帯締めなくってこれでこう着てるだけだった。でも今の人は帯締め帯揚げここに飾りでしたりとか帯締めしたりとかしてできてますか？はい。すごい緊張。でこれがねやっぱり袋帯だから分厚いから一結びする時がすごく、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。私が結んだのに全然シワが折り目もついてないのがすごい不思議。なんでやろな、なんでやろう。わからんならわからん。絶対なんかね一回したらもうその筋がついちゃったりとかして怖いんだけど、で生地は塩瀬になるんですかね。塩瀬ですね。塩瀬っぽい塩瀬だねこれ。やっぱり昔のはやっぱりその絹質とか違うからね。染めが違うんやろな。染めも違うの？まあ、あの染料は違うと思うんでね。地入れなんかが薄かったのかな。刺繍がすごい。染め帯で金彩も入ってて、まあ、でもで丸帯やって言うても、まあ、シャレ帯染めなんでね、シャレ帯として使っていただいたら、ありがとうございました。貴重な帯を結ばせていただきました。ありがとうございます。すごく勉強になりました。はい、可愛いですね。これも桜と紅葉。ああ、糸巻きのとこが桜になってるね。紅葉も入ってますね。まあ、両方いけるように、合わせの時期いけるようにね。で、これ、鱗模様の。うん、そうですね、鱗と。ね、はい、これ、松川鳥でしょ。あ、そうですね、松川鳥ですね。あ、これね。マスカービシ、ベージュのね、ベージュ。これウロコやからね。それウロコで。マスカービシってギザギザ。マスカドリー、はい、これね。うんうん、はい。綺麗。で金糸がね、そっか、この毛か。そう、今反対から映してる。引き抜きだから反対になる、ね、はい、引き抜きなんですね、うん、ここが垂れですもんね。前はどうなってるんでしょうかね、うん、前はここです。あ、かわいい、よいしょ。え、なんだろう、このこれ意味があるのかな、紅白の。ね、これも松川、同じように松川で、うん、松川ですね。紐みたいな、ね、なんか意味がありそうですよね。マとかなんかを表してるんですかね。刺されるなんか棒かなんかが違うかな。なんだろう。糸巻きの棒ではないですよね。うん、これは糸巻き。そこね、糸巻きですよね。可愛いですね。めっちゃ可愛い。めっちゃ神経。そうなってんの。やだ。ね、可愛いよね。いい雰囲気のは引き抜きなんですよね。ああ。ため息しか出ない。こんないいのばっかり最初にやってみようか。だるま糸よね、刺繍のとこ多分ね。ここは目の毒やで。そうです。ここはもう目の毒。いいや、好きな人めっちゃ好きそうやね。え、これ。糊がついてるの？ん？糊がついてる？いや、絹縮みってちょっとこういうパリパリした感じなんですけども、パリパリすね、はい。ビリとかいかんようにしないと。にゃん、サイズ大丈夫や、ずるい。あ、かわいいね、これ。え、なんかこう、打ち掛けみたいになんかこうやってさ、大奥できそうじゃない？これ。いいですね。ほら、ほら、おっこしよう。ちょっと後ろも見せて、はい、ちょっと。
すごい綺麗、ほら綺麗。あ、いけそうだね、私だったら。なんか洋風なの、ピンク好きな人かなと思ったけど、すごい可愛いね。え、で、袖がやっぱり長いの可愛いですね。ね、可愛い。袖以上長くなったらちょっと先生がバランスが悪いかもしれんけど、そのくらいやったら。私ここ踏んでるけど、なんかちょっと撮影の関係で。まあ、大丈夫大丈夫。怒られた、うん、怒られたんですよ。あの、大丈夫。あの、足元切ったらいいし、大丈夫。はい。これはいつ頃ですか？これもう昭和初期で、昭和初期で大正、うん、大正って言ってもいいかもしれませんけど。ほら、かわいいよね、すごい。そっちも大正っぽいね、なんか。大正っぽい？すっごいサラサラしてる、これ。え、これ、のりついてなくて、これってすごくないですか？でも、だから生地が違うね。シャキシャキ、ね、すごいシャキシャキ感が。涼しいじゃん。そうそう。着物地って結構パリパリしてる。ねえ。だから、その朝とはもう全然違う。あ、朝の方が柔らかく感じる。絹の縮みの方がシャキシャキしてるっていう、すごい不思議。でこれもちょっと確認できてないですけど、ひょっとしたらあの朝も混じってたりするんですよ。あ、そうですよね。そんな感じも。あ、これもかっこいいね。ほら、あ、涼しげね、これだと。あ、すごい。横で森本先生が畳んだはる。微妙かな、この長さだと微妙な感じかな。でもなんかね、これってこうやって本当に昔の人みたいにこうやってなんかあの、はいはい、打ち掛けみたいにして、はい、パッチじゃん、こうやって動画撮ったら綺麗、ほら、これも綺麗ね。あ、襟のとこはちょっとひっくり返ってた。あ、襟、あ、本当だ、ひっくり返ってる、はい、本当だ。これ一枚で浴衣みたいに着てもいいのかな。あ、いいと思いますね。え、江戸時代のお姫様みたいですよ。ねえ、その時ですからね。すごくいい。あ、雪もそ、あ、微妙に短いのかな。でも、まあ、そんなに成果はね、もうちょっとぐらい短い、うんうん、お姫様みたい。ありがとうございます。あ、これもいい、いいですね。せっかくだから、これ小振り袖に近いよ。でもなんか小振り袖いいね。かわいい。ここに裾引いてたらお姫さんみたいね。かわいらしい。かわいい。あ、ちょっと皆さん、コンジャクさん来て買ってくださいとね。ぜひぜひ。ないもんだって、現代のでこういう柄って。ないです。ないです。ね、色も。すごい素敵。そして素材もね、全然違いますんでね。うん、これ全然、これがいい、この朝縮み。めっちゃ綺麗でしょ、状態が。状態が、うん、綺麗ね。ちょっとでもこれ袖長いな、先生には。え、でもなんか、うん、これ今ほら下に着物着てるけど、着物着てなかったらもっとこうタランとするから、うんうん、いい感じだと思う。いい、ほら、浴衣どうする、ハマらはんのんじゃん。ここで京都に来てはここで買って帰る。帰られへん、帰られへんって言って。帰られへん。ここにお嫁に来ればいいよ。あ、息子は何歳かな。すごい。ありがとうございました、はい、いや、どれも素敵やった、ね、すごい素敵。あ、はい、ありがとうございます、はい、お疲れ様で。はい、ありがとうございます。あ、すごい素敵だった。バーチちゃん、今撮れてへんかった。あ、本当？いいよ、バーチちゃん送って。気使って止めようと思ったら余計出ますよね。はい、うん、あの、すぐ出たらちょっとしばらく待ってください、収まるまで、うん、なんか飲み物とかあります？いいです。始まります。じゃあマスクしてるの？3人とも。じゃあ先にあの挨拶取るので。マスク取らないと。マスク、え、挨拶したらいいね。あ、挨拶の時はちょっとマスク一回取ってもらって、はい、ああ、今うちの親父だけなんで。はいはいはい、おいでやす、着物ホテルチャンネルです。今日は、あ、挨拶だけでいいから、とりあえず一旦、はい、おいでやす、着物ホテルチャンネルです。はい、で今みたいな感じでちょっと進めてもらって、西村さんに、来ていますまでちょっと言ってもらって、はい、今日は今昔西村さんにお邪魔しております。なかなかの
有名な老舗です、ここは。はい。じゃあ、帰ってきいひんわなって言って、出て行ったんですけども。そうなんですか。はい、もうなぜか、東京で暮らしてるうちに、すごいうちって、京都らしい商売しているなっていうのに気づきまして、で、まあ、ちょっとホームシックになったっていうのもあるのかもしれないんですけど、はいはいはい、もう1年ちょっとで辞めて、そうですか。やらせてくれって帰ってきましたね。うーん、まあ、でも、若先生というか、ありがとうございます。患者苦しんだ時の、このお店はね、私、アンティーク、ご愛好家さんに連れられて何年か前に、面白い。この近辺のグッズもあった。今昔西村さん、すごく素敵なお店でした。京都に行かれたらぜひお立ち寄りください。お問い合わせ先は概要欄に貼ってあります。この後もバーチーちゃんとゆうやさんとの京都旅が続きますので、チャンネル登録してお見逃しないようにしてください。そしていいねボタンやコメントも励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではまた次回お会いいたしましょう。福岡着付け教室花たのし山内芳水でした。次行こうか。うん、ね。